ールドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？うん、まあ、聞こえてるんですけれども、まあ、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まってると。ここは得点が欲しいですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには3番の太田が入っています。まずは変化球でカウントを稼ぎます。チェンジアップには反応しません。ボールです。いや、ここで押し出しするようなことがあると流れが向こうに傾く。チャンスの場面振っていきましたが三振。アウトコースへ丁寧なピッチングで三振です。バットに当てたかったんですけどね。低め打った、高いバウンドになった。サード取った、一塁へ、一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。6回終了、4対0、バファローズがリードしています。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、まあもう一息でしたね。まあもうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。